どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はバージョン 2.3 前半も終了しますので、運理の最終評価をしていきたいと思います。一通り編成や高難易度などを試してきましたが、使えば使うほど面白みのあるキャラでしたね。ただ、癖も強い部分もありますので、その点の強みや弱み、編成や装備についてなどまとめて解説をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまず、運理の使用感についてまとめていきたいと思います。大きく2つですね。まず、使用感で感じた1つ目は、カウンター型だけど、高回転率の必殺技が強かったというところです。まあ、カウンターのタイミングを覚える必要があるというのはもちろんなんですけど、オートでもそれなりに使える必殺技が強かったですね。また、必殺技を発動した後、すぐに敵の攻撃を受けたいので、タイミングが大事になるっていうのもあります。カウンターのタイミングはこれに依存するかなっていうところでした。必殺技に関しては、2段階チャージで蓄積もできるため、EP 回復のキャラと相性がいいっていうのもありましたね。効率が上がってさらに必殺技を回せるようになるっていうのが良かったです。まあ、このあたりは使用感として一番魅力的なところかなと思います。続いて2つ目の使用感のところですが、星4編成でもそれなりに扱えるってとこです。これに関しては、キャラが少ない人には嬉しい要素かなと思いますね。運理に関してカウンター型ではあるんですが、バフと耐久が揃えば、星4編成でもそれなりに扱いやすいっていうのがありました。また、運理自体の火力と必殺技の回転率がそれなりにあるので、ある程度敵を倒すことが可能っていうのもいいところでしたね。エンドコンテンツも星4編成でそれなりにクリア自体はできましたので、キャラ自体の性能は高めっていうところになるかと思います。その他の使用感についてです。まず、運理を使っていく上では、敵の行動理解が必要というのがありました。なので、行動順をしっかり見るところから、まず必要になるかなと思います。オートと指導に関してですが、オートでもそれなりにカウンターの発動はできていたので、問題はなかったと思います。運理を使うとき、大体オートで回してましたが、十分カウンターの発動というものはできていましたね。さらに、必殺技に関しては、2回に1回は多段ヒットが狙えるようになります。これは強化の滅になるか、残になるかというところですね。最適を狙うのであれば敵の攻撃に合わせてというところになりますが、そもそも必殺技の回転率が高いので、まあ、そこまで気にせずガンガン使っていくのがいいのかなと思います。続いて運理の強みについてです。運理のここが強いというところですね。まず一つ目は範囲攻撃が助かるというところです。カウンター型の不満だった単体攻撃が拡散になっているため、まとめて殲滅ができるようになっています。このあたりはクラーラと比べると分かりやすいかなというところですね。なので、複数戦にも使えるのが強いポイントとなっています。続いて二つ目、多段ヒットで効果力が狙えるというところです。必殺技のカンパ滅では、ランダムな多段ヒットができるため、まとめて処理ができます。単体ならより火力が狙えるようになってますので、敵の数が減れば減るほど強いなというところでした。最後三つ目は、EP 効率は優秀というところです。運理に関してですが、カウンターした時に EP が回復するようになってます。まあ大体のポイントとしては15ポイントぐらいですね。なので攻撃を受ければ受けるほど回転率が早まるっていうところがあります。火力を出せる要素が多く、敵のターンも攻撃に変えれるのが強みっていうところですね。続いて運理の弱みについてです。まあここがちょっとっていうところですね。まあ耐久枠で生存率が変化するっていうところです。徒歩がいれば問題はない要素なんですが、編成的に合わせた耐久枠を採用しないと性能を発揮できないことがあるというのがありますね。これに関してはリンクスとかギャラがどっちを採用するかみたいなところで生存率が大きく変わる部分になります。攻撃頻度とか回復頻度とかのバランスですね。このあたりが非常に大事なキャラだなと思いました。続いて二つ目は回心率のハードルが高いっていうところです。運理に関してはカウンターで必ず火力を出す必要があります。そのため、回心率は 80% 近くは最低でも欲しいところとなります。人によっては90とか100近くというところを求めてきますからね。そのため、育成面では厳選が必要となりますので、ある程度完璧な運理を作るまでには時間がかかるというところになります。ただし、回心率に関しては 80% 弱でもエンドコンテンツはクリアできましたので、そこまで難しく考えなくてもいいかと思います。それでは3つ目、敵の行動順理解が必要というところです。これは先ほども話しましたね。これに関しては、オートだと性能を発揮しづらいっていうのがあるからです。まあ、カウンターのタイミングとか必殺技の発動のタイミングで強化カウンターができるかどうかってところになるからですね。そのあたりがあります。なので、敵の行動を覚えて手動で戦うことがまず重要となります。
運理に関しては最大火力を出すために敵の行動を理解することが必要となってきますので、どういった行動順になるのかとか割り込みのタイミングとかそういったことを覚え直す必要はあります。それでは公演水異物ステータスガイドについて話していきたいと思います。まずは公演水についてです。順番としてはモチーフ、悲願、アイオン、青空になります。まあ、攻撃力アップをできる公演水がおすすめというところですね。公演水のポイントとしてなんですが、運技のダメージは攻撃力を参照元にしています。そのため攻撃力アップするものを最優先で装備すると火力が上がりやすいっていうのがあります。特に悲願に関しては全効果が乗りやすいっていうのがありますので、持ってる方にはおすすめなのかなというところです。ただ自分自身はアイオンを使ってますが、これでも十分な火力が出るなっていうふうに感じてます。続いて異物とオーナメントに関してです。おすすめとしては風雲と王朝がおすすめですね。まあ、追加攻撃と攻撃力、会心率を伸ばせるものを採用するのがいいかと思います。まずオーナメントに関してですが、王朝は味方の追加攻撃でバフが乗るようになってます。ですがこれに関しては運理自身のカウンターでも累積が可能となってますので、非常に相性がいいところですね。また風雲も必殺技の火力アップになるので、こちらもおすすめとなります。異物に関してはこちらの2つをずっと使っていますが、なんか火力が足りないっていうことは感じたことはなかったですね。それではステータスについて話していきたいと思います。まずメインステータスです。銅は会心、靴は攻撃、弾は物理ダメ、縄は攻撃力がおすすめです。サブステータスに関しては会心率、会心ダメ、攻撃力、速度となります。速度に関しては狙わなくても大丈夫です。基本的には会心率、会心ダメ、攻撃力を揃えていくのがベストです。それではエンドコンテンツのために必要だったステータスについてです。まず HP に関しては4000以上あるといいですね。やっぱ耐久面で防御力が低くなりますので、 HP は多めがいいです。続いて攻撃力に関しては3300以上がおすすめです。会心率は 80%、 会心ダメは 120% 以上となります。とにかく会心率を上げることが大事となります。ただし会心率が70後半までいけばそれなりに火力が出しやすくなってきますので、会心ダメの厳選などもここからするようにしていきましょう。それではモチーフ公演水の必要性について話していきたいと思います。これに関しては無突無持ちの運理を使い続けていますが、正直必要性は感じなかったっていうところになります。まあ、それに関しては後ほど話しますが、まずは性能とかを見ていきたいと思います。夕日に舞うに関してはヘイトがアップしたり、会心ダメや追加攻撃ダメが上がるっていうものになってます。アタッカーとして欲しい要素のものが多いですよね。でこちらの強みとしては装備することで運技のカウンター精度が安定するってところになります。先ほど話した性能の部分でヘイトアップっていうのありましたが、これで効果率のカウンターが狙えるっていうのがありますね。また不足しがちな会心ダメージを簡単に盛ることが可能となります。さらに必殺技を発動するタイミングでダメージをさらに伸ばすことができるっていうのも魅力的なところですね。強みに関しては運技の性能をさらに伸ばすっていうのが目的となってます。特にヘイトアップの部分が嬉しい要素ですよね。攻撃を受ければ受けるほどカウンターができやすくなりますので、このあたりは運技と相性が良くなってます。では必要性についてです。必要性に関してですが、個人的にはなくてもエンドコンテンツはクリア可能というところでした。まあ、モチーフがないとヘイトアップの物足りなさっていうのは感じますが、配置や必殺技の発動によって補えるっていうのがありますので、必要性はそこまで高くないなと思いました。もしオート専門でやるんだったら欲しいなっていう一択になるんですけど、手動だったりとかクリアが目的っていうところであればそこまで必要性は感じませんでしたね。なくても十分クリアができるってとこでした。ちなみに無突無持ちで星4構成でエンドコンテンツは全部クリアっていうことが可能でした。なので個人的にはモチーフ公演水はそこまで必要性は感じなかったなっていうのがあります。この後でキャラの持ち幅とかそういったので変わってくるかと思います。それでは続いて編成とキャラの注意点について話していきたいと思います。今回は3つの編成の紹介ですね。一番使っていた編成となります。まず1つ目、高難易度もクリアできる星4構成となります。運理、ギャラガー、帝運、カーンガーの4人ですね。こちらに関してはギャラガーの酩酊と攻撃頻度が相性がいいというところがあります。また大量のバフで運理を徹底サポートできるというのも嬉しいところですね。さらに SP 管理をしながら回復と攻撃の両立が可能になるのもこの編成の強みとなります。ギャラガーの部分をリンクスで試したりもしたんですが、
通常攻撃とのバランスを見たときにギャラガーの酩酊との方が相性が良かったっていうのがありますね。ちなみにこちらに関しては高難度全部クリアは可能となってました。続いて2つ目、ダブルカウンター編成です。ポフォ、ウンリ、クラーラ、ロビンとなります。こちらのポイントとしては中央に兵頭が集まり安定感が高いっていうところですね。壊滅の2人が中央に揃っているので攻撃を集中しやすいっていうのがあります。またバフと回復の両立もできて扱いやすいっていうのがありますね。バフに関してはポフォとロビンでそれなりに賄えますし、回復に関してはポフォ1人で十分っていうところです。また虚構女児に関してもこちらの編成だと満点クリアが可能だったので編成としてはそれなりに完成されたところかなと思います。ネタっぽい感じもありますが非常に強い編成だと思いますね。続いて3つ目です。ウンリキャリー編成ですね。ウンリ、テウン、花火、ポフォとなります。場合によっては花火の部分がロビンになることがあるかと思います。こちらの編成のポイントですが、ウンリの必殺技を中心に立ち回ることができるっていうところです。バフの分散がしづらいっていうのがありますね。また花火でウンリの行動回数をアップできますので、カウンター以外にスキルで火力を出すことができるようになります。さらにフォフォとテイウンで EP 回復ができますので、必殺技の効率をさらにアップすることが可能っていうところです。こちらもこちらで扱いやすい編成でしたね。なのでこうやって編成を見てみると星4から星5の組み合わせっていうのは幅広くできるのかなっていうところになります。編成に関してはこちらの3つというところですね。他にもアベンチリン、トパーズを入れた追加攻撃編成などもありますが、個人的にはこの3つが良かったなと思います。続いてキャラの注意点について話していきたいと思います。今回注意するキャラとしてはギャラガーとリンクスになります。これに関してはウンリの回復枠としてどちらが優秀かというところの話になりますね。この2人の主な違いとしては攻撃による回復か、自分のターンが来た時にスキルによる回復かというところになります。これにより回復の頻度が大きく変わってきます。もし気になるところがあれば画面の方を読んでもらえるといいかと思います。こちらの2人、実際に星4編成とかで試してみて感じたところがあるんですが、リンクス自体回復はとても強いです。ヒーラーとして全く問題はないかなと思いますが、高難易度のクリアを目的とした場合、回復の頻度が少なく扱いが難しいっていうのがありました。自分のターンが来ないと回復ができないっていうのがありますので、どうしても遅れが出るっていうところなんですよね。ですがギャラガーに変えた場合、味方の攻撃で回復するっていうのがあります。サポーターに関してはどうしても暇な時間っていうのができてくるので、通常攻撃を挟むことがあると思います。そのターンを利用してギャラガーの酩酊で回復をするっていうことができますので、意外とこまめな回復っていうのができるんですよね。特にウンリの編成としてはサポーターを多く組ませるってことをよくしますので、通常攻撃の発動も多くなります。その点を考えるとヒーラーだけに依存するっていうよりかは、ギャラガーのような敵を攻撃して回復するようなスキルとの方が相性がいいっていうのがありましたので、もしリンクスを採用してなかなかヒーラー枠として難しいなっていうのがあれば、ギャラガーを採用してみるっていうのもありかと思います。このあたりは実際に使ってみてリンクスで間に合わないようであればギャラガーも使ってみるっていう感じで切り替えてみてください。それでは最後、バージョン 2.3 前半でのウンリ最終評価をしていきたいと思います。今回はウンリを一通り試してみての話とガチャについて、あとは個人の感想という3つのポイントで話していきます。それでは1つ目、ウンリを一通り試してというところですが、それなりに扱いやすいキャラというところでした。カウンター型と聞いてとっつきにくい部分はありますが、性能面においては必殺技の扱いやすさや火力面など物理キャラとしては扱いやすい方かなと思いますね。星4構成でも高難易度がクリアできてますし、十分な性能を持ったキャラと言えます。正直星4構成でクリアできるかどうかってキャラによっては致命的なところも出てきますので、ここは非常に良かったなと思いますね。続いてはガチャについてです。ガチャに関しては物理アタッカー所持目的で引くのがいいかと思います。このあたりだいぶ評価変わったなと思いますね。で、他の物理アタッカーと比べると耐久面っていうところでは優れている方になると思います。また攻撃面においても複数に対応できるっていうところがありますので、扱いやすい部類かなと思いますね。カウンター型となるとなんか難しいような感じがしますが、敵のターンで反撃ができると思えば攻撃回数が増えるので、他のアタッカーよりも火力は出しやすいかなと思います。また編成幅としてもそれなりに広いっていうのもポイントですね。ウンリ単体とバッファーと耐久みたいな感じで組ませれますので、編成的にも組みやすい方かなと思います。それでは最後、個人の感想の話をしていきたいと思います。
バージョン 2.3 でずっと使ってきての感想ですね。まず、ウンリに関してなんですけど、一番思ったのは、ゲームの理解を深めるにはちょうどいいキャラかなと思いました。聞いた方がいいとかそれは別として、個人的な感想としてはこれが一番に来ましたね。で、カウンター型っていうところもあり、敵の理解度やキャラの行動順などを意識して使用する必要があります。ゲームの理解度が結構重要なキャラなんですよね。それを抑えると火力も出せるようになるので、個人的にはスターレールのゲーム的なところが理解できるので、おすすめなキャラかなと思いますね。正直、いろいろ試す前はモチーフ講演水とか必須かなと思ってたんですけど、やっぱりある程度使っていくと、必殺技のタイミングとか、それだけで大きく変化していきます。まあ、先ほど話した耐久枠の話とかですね、それだけで全然効果が変わってくるというか、結果が変わるので、今から始めた人にも理解度を上げる上ではいいキャラなのかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。